ヤマト、構想外。横浜 DeNA は1日、ヤマト内野手、太田泰治外野手ら10選手と来季の契約を結ばないと発表した。また、島村和樹2軍打撃コーチと鶴岡和成2軍バッテリーコーチが今季限りで退団すると発表した。19年目のヤマトは今季、42試合で打率2割4分7厘、3打点。通算1500試合出場と通算200犠打を達成したが、代打や得点圏での打率は0割台と振るわなかった。東海大相模校出身の太田は2009年にドラフト1位で巨人に入団。17年の日本ハム移籍を経て22年から横浜 DeNA に加わり、右の長距離砲として活躍した。この他、ドラフト8位で17年に入団した楠本大志外野手、昨季途中にトレードで加入した西浦直道内野手、三浦銀次投手、高田拓人投手、ウィルニー・モロン投手、アレクサンダー・マルティネス投手、小深田大地内野手、村川凪外野手が戦力外通告を受けた。西浦、ヤクルト時代からのあの歌声はもう聞けないのか。ヤマト、コーチで残ってください。三浦監督にも対談をお願いいたします。優勝したい、阪神倒すとか息巻いて移籍した割には阪神時代とあまり変わらない起用方法に落ち着き、古巣の方が先に優勝日本一。はたまた自分は戦力外。マウンドに声かけに行ったやのにさっさと帰れ、みたいなジェスチャーしてたのを野球の神様が見てたんだろうね。残念だな、前田。プロ野球は弱肉強食の世界だから、致し方ないね。ただ他球団で花咲く選手もいるかもしれないし、言葉は悪いけど捨てるものあれば拾うものありって言うからね。年末にまた横浜のホテルで大和選手のトークショー見れるかなって思ってたからすごく残念で寂しいです。せめて高知で終わってほしい。まずは意外な名前はな、あとは現役ドラフト要員との兼ね合いになるかと。大和さんの対談は本当に残念。選手生活をうちで全うしてほしかった。熱い男だったな。